老婦人ギブソンと呼ばれているよ。雑貨を売ってる。修理もと。ここからすぐ北に大きな建物があったろ。あれがヘリオス1だ。NCR が管理してるから、炭鉱者は立ち入り禁止になってるよ。ちょうど持ってる。さあ、知ら。それなりに魅力的。さあ、し。いい。よ。喜んでも、まだあるよ。さあ、それなりに。ああ、そうさ。古い放射能計測器を持ってたんだ。何年もの間、この辺りでレプ…そこに妙な格好のやつがやってきた。黄色い放射能スーツを着込んでいてね。その不格好さが自慢だった。そいつは率直に尋ねてきた。放射性の売り物はないかとね。ベトベトしたものが入った瓶に結構な額を支払っていった。そいつを見たのはその時限りさ。クラークフィールドに行ってスーツのせい。若い頃はよくあの古いビルの残骸で過ごしたもんだ。あたしと死んだ夫はそこでガラクタを集めていたのさ。鍵がかかってな。この辺りのスクラップは大概レプコンから持ってきたものさ。お気に入りの椅子も。そうだね。ヒントをやろう。正直なところ気にしちゃいない。この時代、長生きするだけでも大変。聞いた話じゃ、NCR が接収する前、あの場所はブラザーフッド・オブ・スティールが仕切ってた。誰が戦いを始めたのかはよくわからない。でも戦いが終わってみると、妙な武装をしたブラザーフッド・オブ・スティールは逃げて。まあ。さあ、そう、いいわ。
それで戻ってきた。まあ、さあ、それ、取り。ハロー。それで戻ってきたのかい？ありがとう。
さっき話した部品を見つけたか？本当だ。しかもどれもいい状態だ。あと必要なのはさっき言った添加剤だけだ。レプコンは何度もスカベンジャーに荒らされているから、部品がどこにあるかまだ残っているかもわからない。以前ジェイソンが東に高放射性の工場跡地があると言っていた。辺りの廃品業者や